はい、こんにちは。ワオニュースの水野です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日のですね、朝7時から、小今さんのフォトセッションツアー2022が募集開始となりましたね。今これ3月3日に収録しているんですけども、その募集開始とともに、管理者としてはこうアクセス数だとか、今皆さんがこうどれぐらいこう、見てくださっているのかなっていうのが見えるんですけれども、すごい勢いで、朝なんですよ。朝の7時なんですけど、すごい勢いでアクセスがこう増えていって、もう2時間とかで、具体的に何件って僕が伝えてしまうのはね、良くないので、言わないですけども、本当に、こんなにっていうぐらい、埋まって予約をいただいています。ありがとうございます。で本当にね、昨日の夜中まで、小今さんとお打ち合わせといいますか、Facebook のメッセンジャーとか、で、通話をさせていただきながら、その後もこうチャットで、明日どうするとか、こういった部分の文言を追加しましょうとか、ここからお客さん迷うといけないので、こういったナビゲーションつけたいですだとか、本当に最後の最後までいろんなことを、考えながら、今朝の、朝の7時を迎えたところです。もう昨日の夜 もう明日朝起きれないと困るので、もう寝ましょうって言って寝て、今日の朝迎えたところです。で、そのね、小今さんがもっと前に、2月28日にですね、お会いしてミーティングをさせていただいたんですけども、その時に小今さんがこのフォトセッションツアー2022について、どんな思いだったかっていうのを歩きながらね、撮った動画があるので、ぜひそちらを見ていただければと思います。でその後に、小今フォトセッションツアー2022の、お申し込み方法だとかっていうのもちょっとここでね話をしていきますので、まずはこの動画をご覧ください。どうぞ。カッコですか？カッコは最初ちゃんと自分で入れようと思ったんですよ。入れようと思ったんですけど、なんかそもそもツアーの一番大枠が大義名分なくていいじゃんとか、理由とかいらないじゃんって言っているのに、じゃあ楽しみましょうみたいなものをポンって決めちゃうと、なんかそれって自由がなくなっちゃうって思ったんですよね、なんとなく。で、だったらみんなでそれぞれ好きな理由を決めたらいいじゃんと思って、で、カッコのまんまにしてここに好きなものを入れてみてねっていう風にそれもなんか単純にその方が面白そうって思っちゃったっていうのもあるんですけどねそれでカッコのまんまにしました。私すごい、それは考えてなかった。私的にカッコは私的にカッコは、でも楽しむですかね。楽しむだと思います。来てくださった方との時間を楽しむっていう、別にその楽しむは必ずしもキャーみたいななーとかそういうのばっかりじゃなくていいんですけどね。なんかよかったね、今日この時間よかったねっていう風に、よかったなって思っていただけるような、そんな時間にする。なので楽しむが私のテーマかな。そうなんですよ、10のエリアに行こうと思っています。はい、面白そうだからはい、面白そうだからですね。そう、美味しいもの食べたいし、面白そうだし、移動自体が好きなんですよ。移動、ずっと同じところにいてっていうよりも移動すること自体も好きで、で、あとは自分が行けば会える人がいるっていうのを前の仕事の時に感じたことがあったので、やっぱり写真撮ってもらう、撮られるっていう体験自体はすごくおすすめしたいことなので、待ってるだけじゃなくて会いに行っちゃったらその体験ができる方が増えるかなって思って行くことにしました。楽しみって思う感じもあるけど、不安もいっぱいですよね。ちゃんとその取り切れるのかなだったりとかで、全然知り合いがそんなにいない場所とかにも行くので、お申し込みいただけるのかなだったりとか、お天気大丈夫かなとか
心配なことはいっぱいありますけど、もうやるって決めて言ってしまったし、そしたらもうやるしかないかなって感じで、どうせやるんだったらしんどいよって思ってやるよりはなんか楽しいなって思ってやりたいなって感じですかね。なんか写真を撮るようになってからすごい空を見上げることが増えました。うん、なんか夜もですけど、多分もともと好きなんだと思うんですけどね、なんか雲とかあと月とかを見るのがすごく好きだなと思って、スマホで撮る写真は空の写真が増えました。うん、食べ物は撮らないんですよね食べ物はすぐ食べちゃうどうしましょう。申し込んでくださる皆さんですね、まずは興味を持っていただいてありがとうございます。で、まあ、とにかく今言ったように皆さんの括弧の中、皆さんが持ってきてくださる括弧の中を私は全力で一緒に楽しみたいと思っていますので、はい、ぜひ会いに来てください。待ってますすっごい綺麗ですね。なんかすごい綺麗。いやーいやー気持ちいい、すごい、すっごい、すごい綺麗ですね。雲すごい、なんかふわーっと翼を広げてる。あ、なんかすごいすごいな、この感じ。ありがとうございます。本当にね、楽しむっていうことを大事にしていて、もちろん小今井さん自身もだし、そして、申し込んでくれた皆さんも、お一人一人に楽しんでもらいたいという気持ちがすごくね、歩きながら、話をしていてすごく伝わってきて、本人がね、配信の中で毎回同じことを私は言ってるっておっしゃってましたけども、もうそれぐらいその楽しみたい、楽しんでもらいたいっていう気持ちが、強い今回のフォトセッションツアーなんだなと思って、話を聞いていました。でですね、実際にどんな感じで、申し込みが進むか、申し込みがするかというのをこの動画の中でもパソコンの画面をね、これ共有しながらお話をさせていただきます。ざっとお話をしていきますので、ちょっと画面をですね、こうしますね。はい、こんな感じでね、画面切り替えました。こちらが小今井さんのフォトセッションツアー2022、カッコですね、の、募集ページとなっています。上が、ランディングページと同じような内容を入れさせていただいてまして、その下にですね、日本地図があって、どこで何月何日にやるよっていうのが分かるようになっていて、さらにその下、ここに希望の、日を、選択する画面にが出てます。で、ここで、時間だとか曜日だとか場所だとかを見ていただいて、あ、この部分を押さえたいなと思ったら、それを、枠をクリックしていただきます。例えばこの4月14日の木曜日の10時の丸の内の枠を押さえたいなと思ったら、これをクリックしていただきます。そうすると、選択しているプランというところに、10時からの丸の内の4月14日というのが入りまして、でこれでお買い物カゴに追加ができるんですね。ただこれ、購入するためにはログインをする必要があるので、すいませんが事前にログインをお願いします。ログインの方法としては、これね、クリックすると、まだ修正ができてないので、管理システムのワードプレスに飛んじゃうので、何これって思っちゃうと思うので、事前にログインをしておいてください。すいません。ここで、右上のところ、ログインはこちらでもいいですし、ここね、ログインはこちらでもいいですし、あとはこのマイページにログインをクリックしてもらっても大丈夫です。どちらでも大丈夫なので、クリックをしていただくと、こんな感じになります。で、登録している場合は、左側に、メールアドレスとパスワードを入力していただいて、ログインボタンを押していただきます。登録がまだの場合は、右側にユーザー名、メールアドレス、パスワードを設定していただいて、で、登録をしていただきます。ユーザー名は、これ、半角英数で、あと記号も使えますかね。ドットだとかも使えます。半角英数と記号、一部の記号ですね、を使ってユーザー名をつけていただきます。で、このログインはユーザー名でもメールアドレスでも、どちらでもログインができますので、覚えやすいものをつけていただければと思います。パスワードについては、メールアドレスと例えば同じとかだと、ちょっと弱くなってしまうので、ちょっとだけね、長めだとか、大文字と小文字を
ていうのを織り交ぜたようなやつだとか、間に数字を入れてみるだとか、ちょっと強めのパスワードにしていただくことをお願いをします。で、登録できましたらログインをしていただきます。ログインをすると、こんな感じのマイページ、ダッシュボードですね、マイページが見ることができます。で、特別コンテンツとかの中にも、小山さんのフォトセッションツアー2022が入ってますし、あともちろんトップページにも出ています。トップページにも、この部分ですね、イベントのところに出ています。これを、クリックしていただくと、さっき見ていただいた、フォトセッションツアーのページに移動します。この下のところでしたね、さっきね、4月14日の、10時から、予約しようと思ってこれをクリックして、で、お買い物カゴに追加、さっきなんかエラー出てたかな、もうカゴに入ってますよが出てたかな、大丈夫かな、すでに1個カゴに入ってしまってます、すいません。こんな感じですね、カゴに入っているのでエラーになりましたね。ちょっと戻しましょう。カゴから消して、で、トップページに行って、そして小山さんのフォトセッションツアーに行って、で、下のところの4月14日の10時から丸の内クリックします。そして、メッセージを、小山さん応援してますとかね、メッセージを入力していただいて、で、お買い物カゴに追加。そうすると、カートに入ります。で、これ、もうちょっとゆっくり撮影してほしいなという場合は、ここで、戻っていただいて、お買い物を続けるで戻っていただいて、で、4月14日の11時も予約を抑えようと思います。こんな感じですね。11時もクリックをして、これもお買い物カゴに追加します。そうすると、この2つですね、連続した時間をお買い物カゴに追加することができました。この状態で、お支払いに進みます。お支払い方法はクレジットカードでも OK ですし、あと銀行振込も選ぶことができます。どちらでもこの注文するボタンを押せば、注文が、その枠は抑えることができます。ただクレジットカード決済の場合はもうそれで予約確定なんですけれども、銀行振込の場合は仮押さえという形で予約が、そこに埋まります。なので、どちらでも、慌てる必要はなくて、注文するボタンを押せばもうその枠は、あなたのものとして、銀行振込の場合は仮予約、クレジットカードの場合はもう、予約確定という形で埋まります。で、銀行振込の場合はご予約から5日以内にお振込をいただきますとその予約は確定という本予約といいますか、正式予約になります。で、5日以内にもしもご入金がなかった場合はその予約は、キャンセルさせていただいて他の待っていらっしゃる方にその枠を開放させていただくという処理をさせていただきます。ここで、もうお名前だとか電話番号だとか入力していただいて注文するボタンを押せば注文が完了となります。そしてもしもわからないこととかあったらですね、もう右下にチャットマークが出てますので、Facebook ユーザーとしてログインするか、または Facebook ユーザーとしてわからないようにしながらゲストとして質問するか、で、どちらでも選べます。この部分をクリックしていただいて、チャットでね、相談いただくことができますので、こちらもお気軽にご相談ください。何かね、わからないことだとか、不安なことだとかあれば、もう本当に気軽にご連絡いただければと思います。ということで、画面をちょっと戻しますね。はい。こんな感じで、小山さんのフォトセッションツアー2022、予約ができるようになっています。で、冒頭にもお話をしましたけれども今日の朝の7時から予約が開始になっていてもう本当にすごい勢いで予約が埋まっています。この後ね、今収録がまだお昼前なんですけれどもお昼の時間に見る方もいればあと夜になって、ちょっと落ち着いてから見ようという方もいると思うのでもう多分24時間以内に今日1日の中で結構な枠が埋まっていくんじゃないかなと思うので、急ぐ必要はないんですけども、希望の枠があるのであればお早めに、予約をお願いします。はい、そんな感じですね、小山さんのフォトセッションツアー2022、ワオニュースの方で予約もう受け付けておりますので、気になっている方本当みんな気になっていると思うんですよ。小山さんの最近の、ライブ配信もそうですけれども写真のねアロマから写真に活動を変えてからの背景にあったアロマの瓶を全部取っ払ってカメラがポンって置いてあるみたいなねところから、すごい勢いでこのフォトグラファーカメラマンですね彼女はカメラマンとしてもすごい勢いで影響力が広がっているし人気になっているので気になっている方はね本当に慌てなくても大丈夫なんですけどもこの時間この日のこの時間しか行けないっていうのがあるのであればぜひ早めに予約してみてください。ということでワオンニュースの、水野でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。